西武ドームの球審さん、女の子になる。草。虫。審判女の子みたいで草。審判ビビってて草。ドーム球場に虫がいるわけないやろ。ドームなんだから虫ぐらい出るやろ。炙って言ってたな審判。自然と調和してるからしゃあない。言うほど調和してるか。自然調整型ドームスコ。これもう夏の風物詩にしていいだろこれ。セミとゲンタ。後ろの3人とキャップの動き好き。西武ドームはあの隙間にレジにある透明なカーテンするだけで虫減るやろ。デスマッチやめろ。虫焼きになるやろ。虫除けスプレーあるドームとは一体。草。巨人かな。ドームなんだから虫ぐらい出るとかいうパワーワード。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。